皆さんこんにちは、インストラクターのまなみです。今回は初めての方でも行えるヨガのポーズをご紹介していきたいと思います。お仕事のデスクワークなどでどうしても肩周り、背中周りが凝って気になっている方多いのではないでしょうか。そういった方でも簡単に行える背中、肩周りをほぐしていくヨガのポーズをご紹介していきたいと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。それでは早速始めていきましょう。四つん這いになります。四つん這いになったら左の肘をマットに下ろします。右の手を前に伸ばしましょう。前に伸ばした時、右の手は小指が下になるようにしていきます。そして足です。膝の上にお尻が来るようにしていきましょう。このように膝の上にお尻がない、斜めになっている、もしくはこう前に結構行きやすい方が多いです。はい、これだと今膝の上にお尻はないですね。膝の斜め上にお尻がある状態になるので、膝の真上にお尻が来る位置でキープしておきます。それではここからお尻の位置ずらさないようにしながら、右腕をどんどん前に前にスライドさせるようにしていきましょう。どん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 スライドさせていって、右脇がマットに近づいていくようなイメージです。この時に注意なのが、さっき言ったお尻の位置がこうずれてきちゃう。このようにずれてきてしまうと、この脇の下、二の腕周りのストレッチが効いてこないので、お尻の位置は動かさないようにしながら、ゆっくり腕だけ、上半身だけを前にスライドさせるようにしていきましょう。そしておでこは左のこの手の甲の上に置いてしまいます。右のお尻は後ろに引くようにして、右腕は前に伸ばすようにして、長い体を作っていきます。さあ、ここで呼吸繰り返しましょう。鼻から大きく息を吸って、ゆっくりと吐いて、この状態でももう結構伸びてますっていう方はここでキープです。もうちょっと伸びが欲しいなという方は肘を曲げます。そして手のひらを肩甲骨の方に持っていきます。で、この肘先を前に押し出すようにしていきましょう。そうすると二の腕がすごく伸びていくと思います。で、これも一緒です。お尻の位置がずれないように、ずれていかないように、お尻の位置はこのままで、肘をどんどん前に押し出すようなイメージで、ゆっくりと二の腕周りを伸ばしてみましょう。さあ、ここで呼吸繰り返します。鼻からゆっくりと息を吸って、優しく吐いて、自分の体重じわーっと下にかけていく。あともう一呼吸吸って、吐く。で、肘曲げている人は伸ばして、上体をゆっくりと起こして四つん這いに戻っていきましょう。反対も同じように行います。右の肘をマットに下ろします。左手を前に伸ばします。小指が下になるように、チョップの手です。じゃあ、お尻の位置ずれないようにしながら、上半身、腕だけを前に前に伸ばしていきます。そしておでこは右の手の甲、これだけでもしっかり伸びていると思います。で、十分伸びていても、これでもいいよっていう方はこのままキープ。もうちょっと伸びが欲しいな、なんだかもうちょっと伸ばせそうだなっていう方は肘を曲げます。肘を曲げて、手のひらを肩甲骨の上、そして肘先を前に前に押し出すようにしてみましょう。そうすると、今度は左の脇の下、二の腕周りが伸びていきます。お尻の位置がずれないように、お尻の位置、膝の上にちゃんとあるように気をつけてください。で、この状態で呼吸繰り返します。鼻からゆっくりと息を吸って、優しく吐いて、肘先もう一個前に曲げている人は押し出していく。さあ、二の腕周り柔らかく、ゆっくりと伸ばしてあげて、
脇の下の伸びも感じながら、脇周りには大きなリンパ節があります。そのリンパ節を刺激して老廃物を流していくようなイメージです。あともう一呼吸。では曲げている人は手を伸ばして、吸いながら上体を元に戻して四つ構えになっていきましょう。はぁ、一息。では今度はこの状態から両手を前、ゆっくりと胸をマットに落としていきます。でこの時も一緒です。お尻の位置変わらないように。そして手の幅がどんどん広がっていきやすいので、手の幅は肩幅にしておきましょう。おでこをマットにつけるか、余裕のある方は顎を床マットにつけていきます。鼻からゆっくりと息を吸って、吐く息で優しく胸が下に落ちていくよ。無理にグイグイやってしまうと変な力みが出てしまうので、なるべく力まないように吐く息でじわーっと体重がね、自然と落ちていくようなイメージ。ここで呼吸繰り返していきます。胸周りを伸ばしてあげることで呼吸も深くなっていきます。そして気持ちも前向きになっていくので、背骨周りをこのようにしっかりとしならせていきましょう。あともう一呼吸。吸う息が来たらゆっくりと手を体の方に引き寄せてきて、四つんばいに戻っていきます。お尻をかかとに下ろして正座の状態になっていきます。ふーっと一息ついたら、背中周りがじわーっと暖かくなっていくのを感じていきます。さあこの状態で両手頭の後ろに、背筋長く伸びたら肘を少し外に開きながら胸を天井の方に押し出していきましょう。はい、息が来たら背中をゆっくりと丸めます。目線おへそ、背骨丸くしていく。吸って胸開いていきます。腰じゃなくて胸です。吐いて丸めます。吸ってで、また開きましょう。最後吐いて丸めていきます。吸いながらゆっくり頭を起こして手を解放していきましょう。ふーっと一息。肩周り、背中周り、じわーっと暖かくなっていくのを感じて、はい、以上肩周り、背中周りをアプローチしていくヨガのポーズになっていきます。胸周りがやっぱり硬くなって、こう丸くなってしまって呼吸が結構しづらい方が多いかなと思いますので、一気に伸ばそうとはせずに、じわーっと呼吸に合わせながら、ゆっくり段階を踏みながらストレッチかけていくようにしてください。そうすることでどん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 体は広がっていきますので、無理なくご自身の体の、状態見ながら行うようにしていきましょう。それでは終わっていきたいと思います。ありがとうございました。